ダンジャーです。ですね、今日は皆さんタイトルで、ネタバレしてるかと思うんですけども、皆さんに、ちょっとご報告 したい、嬉しいニュースがございまして、それがですね、19年の春夏 19SS からですね、当店私の店ハウデーでですね、マーティンローズの取り扱いが決定いたしました。すごいすごいぞっていうことで、本当に僕も嬉しくてですね、今じゃあ現状どういう状況かというと、まあ、先日ね、僕も動画でお話した通り、パリに、出張に行っておりまして、その時にお邪魔したんですよね。パリの、マーティンローズの展示会にお邪魔して、で一応その現状で言うと、まあ、オーダーをねつけて、オーダー何をどれだけ取るかっていうのをオーダー投げて、でその承認が降りて、で一応デポジットって言って、まあ、前払い金というかね、ある程度そういう前払い金として払うと。でそこまでが今入金が確認して、確認が取れてるというか確認しましたよ、確認完了し、入金しましたよっていうところで今、まあ、現状ではあるんですけど、まあ基本的に普通に考えて、これはもうほぼほぼというか、まあ普通はこれで契約お取引開始ですっていうことなんですけど、ただね、ちょっと不安もあって、というのもまあちょっと海外のあれなので、ちょっとわかんないですよね。突発的なことがあったりとかして、ごめんなさい、急にねデポジットを入金してるのにすいません、やっぱなしでみたいな、白紙でとかって言われなくもないのかなとかちょっと思ってるけど、でももうこれで、基本的には取引開始ですっていう、まあ言える状態なのかなというふうに思ったので、お話ししてますと。で実はですね、マーティンローズに関しては、もうちょっと前から動いてたんですよね、実はの話。実は本当は18年の秋冬ですね、今年の秋冬から、まあ、スタートできればなとかって思ってたんですが、結果的に言うとちょっと一歩遅くてですね、まあこちらから、まあ1月くらいかな、だから今年の1月くらいか、18の 1月くらいに一応こちらからオファーをかけたんですよ、やらせていただけませんかみたいな、そしたら、一応なんかポンポンと話がなんかスムーズに進んで、珍しくで、なんか今ね、ちょうどその時に今ここで展示がやってるからここ来てくれと、でそこで話そうぜみたいな話そうぜってそんなフランクじゃないけど、話しましょうみたいな、話までね、くださったんですけど、その時に、まあ、私はね、残念ながら日本にいたと。日本にいて、うわちょっとね一歩遅かったなと、今からパリは行けませんということで、すいません、次回機会あればぜひっていう形で、一応ちょっとまあそこで話はストップしてたんですよね。で、今年のまあ4月あの5月とかかな、5月くらいになって、まあパリ行く説が濃厚になってきて、で、その時に、まあ、やっぱり濃厚になってきたというか、濃厚になったのはマーティン・ローズとこうコンタクトが取れて、でアポイントメントが取れたのが一番、まあパリ行くっていう一番のこう後押しになったわけなんですけども、なので、まあ結構ね、パリの出張動画とかで僕結構突撃してましたけども、本当に出国前に、出発前にアポイントメントを取れてたのは、新規のブランドで、新規でアポイント取れてたのはマーティン・ローズだけだったんですよね。まあマルジェラはあれですけど、お取引あったので、まあそうじゃなくて新規でのってアポイントあったのはもうマーティン・ローズだけだったんですよね。でっていう状況で、まあなんだろう、半年ぶりくらいに、半年越しの お取引ということで、よかったですね。非常に僕も嬉しいですし、客観的に考えてすごくない？すごいと思わないですか？このチャンネルでマーティン・ローズのデリバリー動画が見れるっていうのは、非常にまた一つね、楽しみが増えるんじゃないかなと。皆さんの実物を見て、こういうものが入りましたみたいなのが見れるっていうのはね、またこう価値があるというか、貴重ななんかそういうコンテンツになるんじゃないかなと思っておりまして、非常に、嬉しいですよ。19年の SS もですね、まあ、僕、まあ、実際ね実物見たし、実物もまあちょっと着たりとかしたんですけど、まあ良かったですよ。まあコレクションのね、ルックの画像とかはもう
全然ね誰でも各種媒体で見ることができると思うので、まあ、チェックしていただいたらいいと思うんですけど、まあ、またちょっと趣向を変えたかなと変えてきたなっていう印象があって、いい意味でちょっと悪趣味というかねキッチュな感じと、ちょっとまあなんかヤンキーっぽいっていうかなんかそういうようななんか雰囲気があって、まあ柄が使われたりとか、まあその中でドッキングのアイテムがあったりだとか、まあなんかいろいろおっていうアイテムが多くて、僕も非常に楽しかったですけど展示会は。なのでまあ楽しみにしていてください。はい、楽しみにしておいていただければなというふうに思います。一応立ち上がりはですね年内にあると思います。12月くらいかな一応、まあ、予定なので、まあ、前後する可能性は大いにあるんですけども、年内多分入ってくるデリバリーはあるんじゃないかなというふうに思います。年末ですね、楽しみにしておいていただければなと思いますと。はい、いやまあマディノーズもね実際なんか結構日本でも知名度が上がってきて、多分また取り扱い店もこっから急激に増やすっていうようなそういう戦略ではないくなってきてるんじゃないかなと思うんですよね。特に今ってねブランド側も結構その取扱い店の拡大とかに関しては結構慎重で、結構そこまでねバンバンイケイケどんどんで増やしていくっていう感じでもないので、そういう意味において言うと、もう多分マーティン・ローズも僕のまあ勝手な憶測でしかないんですけども、そこまでもう増やしていけ、日本でガンガン増やせっていうようなフェーズではないのかなというふうに思ってて、でまあただまあ僕がラッキーだったなっていうふうに思うのは、もう日本ではこれ以上ね増やしませんみたいな、なんかそういうような意思決定の前にね、まあ滑り込めたのが僕は非常に良かったかなと、その中に、日本での取扱店の中に滑り込むことができたのがまあ良かったなと結果的に、思っておりますと、うん、かな。まあもちろんのことですけども、長野県には初上陸ですね、長野県には初上陸ですし、まあ今回の、まあ、ちょっと話ずれますけどパリ出張で、突撃したところとかのブランドも含めてね、もしお取引が決まればですね、もうだいぶ熱い店になるんじゃないかなというふうに思いますよ。ラインナップだけ見るとね、まあ、長野ではもう完全に比べ物にならないくらい頭一個抜けてるセレクトだと思うし、全国でも十分名が上がるくらいの、こんなんやってんのかっていう、長野でこんなんやってんのみたいな、なんかそういうようなセレクトになるんじゃないかなというふうに思ってますが、一方で、まあね、ブランドがこう揃ったっていうのは非常にいいことなんですよね。ブランドが揃わないと勝負にならないのでセレクトショップは。ただね、セレクトすることが目的ではないわけですよ、セレクトショップっていうのはね。あくまでセレクトするっていうのは手段であってですね、スタートにしか過ぎないというわけなんですよ。いろんなブランド集まったらよしよし、うん、なんつってこんなあぐらかいてるのは、うん、ダメです、うん、ビジネスですから、やっぱりね、しっかりハンドリングしてしっかり売っていかなければならないので、そこのプレッシャーはもちろんありますよ。僕はだって長野にマーケットがないわけですから、そのマーケットを作るところからやっていかなきゃいけないということで、まあ非常にプレッシャーもありますし、うん、まあある程度ねそれが楽しい身でもあるんだけど、でもそういうところもしっかりやっぱり売ってなんぼというかやってしっかりハンドリングしていかないといけない。だからもう本当に僕もねやっぱり兜の尾を締めないといけないと今一度ね、なので、まあ、インポートのブランドであって、まあ、結構未知数なところも、まあ、正直あると、で長野の土地でどれだけやれるかそれもわからないという中でも、まあ、できる限りのことはやってね、そこは挑戦し続けなければならないなというふうに私も思っておりますので、うん、まあ、楽しみでありつつね、しっかりやらなきゃなとも思ってます。自由には責任が伴いますからね。まあそんな感じで、まあ引き続きね、まあ僕のチャンネルもそうですけど、まあブランドもねチェックしていただいて、なんかいいコンテンツになればいいし、うん、なんか有意義なものをお届けできればなというのは変わらず、やっていこうかなというふうに思っておりますので、まあ今回のこのマティノーズに関してはね、一つまあパリ行った成果が一つ実ったのは、ふう、よかったなと、うん、パリ行って何の手ぶらで帰ってきたってなったらね、なんかちょっとあれだから、
一つ、まあ、決まったということでね、パリ行った、パリ行ってよかったねと、うん、言うことができる一つの、うん、成果ができてよかったなと思っております。はい、そんな感じでございます。引き続き皆さんチェックしていただいてね、楽しみに待っていてください。そんな感じです。ではまた。うめえ。